さあ続きましてテクニカル部門3位決定戦となりましたトーナメント表確認していきましょう。こちらお願いします、はい、青コーナー毎日事件簿、赤コーナー筋肉学園という並びになりました。先ほども圧倒的な勝負を見せた筋肉学園と堅実に大逆転で見事勝利を重ねた毎日事件簿、はい、かなり見どころがぶつかり合う戦いになるんじゃないかなと思います。はい、はいはい、で3位決定戦が裏桃太郎チームと社長チームと、はいはい、いうことで先に3位決定戦が行われるとありがとうございます、はい、いうことになるんですよね。では3位決定戦選手の入場準備が整いましたらスタートさせていただきます。はい、まあね、決勝もさることながら、3位決定戦も、ね、気になるところですよね。そうですね、うん、ここでも負けることはできませんからね、アリゼンチームの皆さん、結構遠方から来られた方も、ね、いるかもしれませんので、しっかりと、ね、はい、思い出も記録歴史を作っていただきたいと思います、はい、会場の皆さんも応援の方よろしくお願いします。お願いします。はい、ではお待たせいたしました、3位決定戦選手の皆様の入場です。さあまずは青コーナー裏桃太郎 with 猫チームの入場。肩がついてます肩の、はい、あ、おお、あ、おお、あ、お、さあ続きまして赤コーナーシャチホコチームの入場。はい、うん、先ほど筋肉学院の手の位置は挟むまま終わってはいるので、どんな戦いができるのか、ね、握手を、ね、両チーム交わしまして、さあこの3位決定戦それぞれ意気込みをですね伺っていきましょう。まずは青コーナー、はい、ゆかちゃんさんお願いしてよろしいでしょうか。はい、それでは青チームの、裏桃太郎 with 猫チームさんにインタビューしていきたいと思います。ではまずユーザー名をまたお願いします。ジャミンです。ジャミンさん、では今の心境を一言。先ほどあの桃太郎がいないと言われてましたが、あと桃太郎侍をイメージ。おー、あー、なるほど、なるほど、スタジオ全員一致で納得できました、はい、ありがとうございます。はい、解説ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続きまして赤コーナーチューニーちゃん、インタビューお願いします。はい、ということで赤コーナーの社長子さん、はい、聞いていきましょう。あ、リーダーの方もう一回ユーザーネームよろしいですか。ステンバス。ステンバスさん、もうステンバスさんすごいあのスポーツマンシップに溢れてらっしゃって、うんうん、あのスタジオにお戻しした時にあのさっきの筋肉学園のリーダーの方によろしくお願いしますみたいな握手もされるぐらいもいや方なんで、本当に爽やかな、ね、方なんですけども、まあ、ちょっと先ほどのねもう試合結構ねちょっと悔しかった部分もあると思うので、あのちょっと切り替えて頑張っていただきたいんですけども、ちょっと一言何かいただいてもよろしいですか。ただ気合を皆さんで入れて頑張ります。気合を入れて頑張りますということです。ありがとうございます。ありがとうございます。それではそれぞれチームの皆さんスタンバイに移ってください。いやーこれねちょっと思ったんですよ、まあ、桃太郎侍というお話もありましたけれども、はい、城好きの皆さんですよね、片方の皆さんは社長の皆さん、城を撃ち落とすのが桃太郎なのか守り続けるのが城なのかというちょっと熱い戦いになるのかなと。なんか一歩引いてみると大和魂を見せつけられてたから、ただね、この1試合目がそれぞれありましたよね、はい、という意味で手の内がどういう、はい、見えてる部分もありますよね、はい、そこで大きくこの短時間の間に変えているのかどうか。そうですね、どうなんでしょう、普通こういうトーナメント戦を行っていくときの皆さんの準備の仕方というのは。作戦は今回あのプリセット自体は予選から変えれない状態になっているので、なので相手の動き見て作戦をどうするかっていうのをチームで話し合っているのかなと思いますが、今2試合見たところ明治の人が結構多かったですので、その辺をどう使っていくのかですかね。わかりましたね、まあ、もう社長子チームは連戦になりますからね、その辺の、まあ、体が温まった状態と捉えるのか、はたまた疲れてしまっているという捉え方をするのかで、またこの今後の行動が変わってくると思いますけども。そうですね、福ちゃんはこれ戦うとしたら連戦の方がお好きですか、それともちょっと1回1回時間置きたい派ですか。いやもう連戦でちゃっちゃっと片付けてしまいたいって、おそういうタイプですかね。結構可愛らしい格好して攻撃的な発言をするんですね、福ちゃんね。ねえ、でもやっぱり心の中でも裏桃太郎 with 猫を応援したい、ちょっと応援したいかなって思います、ね、
好でもおしとやかな感じでね。いつからその格好をされるようになったんですか。ちょっとね、あの試合と関係ない話になっちゃいますけども。そうですね、今年に入ってからですね。割とキンキンですね。最近だ。それで、まあ、今はスタジオの中ですけども、外を歩いたことはあるんですか。あります、あります。あるんですか。はい。どの都内のどのあたり。ディズニーランドとかやめてくださいね。制服ディズニー。制服ディズニー。春の頃、いや、この格好で、まあ、電車に乗ったりとか。電車に乗る。はい。捕まらないです。捕まらない。まあ、職質とか、まあ、ないです。はい。まあ、なんですね、ちょっと僕もあの女装の経験があるんですけど、皆さんのコメント欄一回見てもらっていいですか。うん、だいぶ福ちゃん可愛い可愛いって書いてもらってるんで、うん、だんだん今年を機に福ちゃん服が増え、メイク道具が増え、髪型が増えていくと思いますんで、福ちゃんの今後の展望にも皆さん、ね、活目せよということで注目してください。あの、はい、今ねマスクしてますけど、次会った時はマスク外して、リップから始まり、気がついたら目がパッチリと、でなんかもうコンタクトにしちゃったり、ありますね。なんならあのちょっとね、この試合というかその本放送、こちらの放送が始まる直前ですよ、もう 2,3 分ほど前、彼、あの福ちゃん、彼女ですね、全力疾走で、ね、この今回のこのメイク動画をブワー取りに行って、ね、一番綺麗な状態で写りたいという願望も出てましたんで。はい、いや、最後の最後まで髪型こだわってましたから、ね、結ぶか結ばないか、結局したのはツインテールと、はい、一応この2つに結んでるんですね。はい。いいですね、性爆発でございます。ねえ、あの福ちゃんの話になるとコメントがすごいスピードで流れていくんですね。すごいですよね、速度が。人気者、素晴らしいですね。うん、ね、負けじとなんかあの両隣個性強い方に挟まれてナオピーさんもなんかしなきゃってね、なっちゃう気がしますね。なんかね、さっきもチャラいとかって言われてたんで。言われてましたね。そういう、じゃあチャラさをもっともっと前面に出しますか。そうですね、そんな本当チャラくないんですけどね。あ、本当に。なるほどね。本当ですか。はい、真面目に運営させていただいております。ありがとうございます。ナオピーさんをどうやってこう紐解いていくかですね。さあ皆さん、お待たせいたしました、はい、3位決定戦テクニカル部門、はい、青コーナー裏桃太郎ウィズ猫チーム、赤コーナーシャチホコチームの3位決定戦となります、はい、3位だからといって皆様気を抜かないように全力の応援よろしくお願いいたしま す。それでは3位決定戦スタート。おっと、対策をしてきました。防御しましたね。おお、初手にスターバーストが来るのが分かっているので防御で耐えた。なるほど。へー、お、これはシャーロット。はい、はい、あら、いい感じに、うわー、動きましたよ。動いていますね。コメントでもあったんですけど、防御というタイミングを皆さん上手なんですよね。相手の攻撃力を今だと9割ですかね、8割ぐらいちょっとカットするっていう、その防御というスキルがあるんですけれども、相手からその大ダメージのスキルが飛んでくるのが分かっていると事前にその防御をするっていうのがあるんですけど、やっぱりタイミング次第ではやっぱりハマっちゃうと死んじゃいますので、防御できないというか、はい、そのタイミングがうまかった。コストを奪いて2ゾンゲージを下げて、2ゾンゲージをまた下げて、はい、もう一人いますからね、この人、うわー、取れないですね。これは強敵ですね。先ほどもちょこちょこ出ているその黒糸でユニゾンゲージを奪い、はい、で、あのもう片方のちょっと、ユニゾンでコストを奪うという、まあ、相手から全ての攻撃方法を奪っているという感じですね。はい。もうシャチホコチームちょっと頭をちょっと頭を垂れてるような状態になってますが、シャチホコチーム頑張って、本当だったら頭を反らなきゃいけない、そのシャチホコですからね。グワーなってますからね、城のてっぺんで。そうです、そうです、ここで棚が出てきてコストを奪います。そうですね、こちらのユニゾン2体でコストを奪う、はい、うん、おお、ユニゾン禁止がつくのえげつないポイントですね。そうですね。さあ、この後シャチホコがどう出るか。そうですね、はい、まだ何もね、こう勝負自体はここからどんどん動いてますんで。そうですね、逆転防御がうまいですね。そうですね、さっきから福ちゃんも言ってくれてるんですけど、はい、防御のタイミングは本当に上手で、はい、
こう相手の攻撃に合わせて防御を取るっていうのがこの、まあ、戦い始まってから皆さん本当に上手だなと感じますね、はい、それは何なんでしょう、どういうタイミングっていうのは分かる、なんていう経験なんですかね、はい、どうなんですか福ちゃん、そのあたりは多くの人に攻撃された時に当たる直前に防御を押す、その5秒間 90% ダメージをカットしてくれるので耐えることができ、さらにユニゾンゲージも貯めることができるんですね。やっぱり攻撃のタイミングってやはりあるので、うん、そのタイミングをみんなやっぱり攻め手と受け手が分かっているので、ただまあじゃんけんみたいなものですね。あ、なるほど、はい、もう出す手口は分かっているので、はい、あとはもう自分の感覚を信じてっていう感じですね、うん、おお、心理戦でもありタイミングもね、そうですね、うわあ、フィニッシュ、決着が決まりましたね。3位決定戦見事勝利を収めましたのは青コーナー浦桃太郎 with 猫チーム、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、車掌護チームワイプでうんうんとうなずいてました。強いなと思ったのかな、どうなんでしょうね、いやーなかなかこの緊張感、普段のプレイの現場とは違う中で、より自分を出せた方がより勝利に近づく、大会であると思いますけども、選手の皆さんのこの盛り上がってる感じやっぱ見るのはいいですね。そうですね、さあこの後見事勝利を収めました、うん、3位になりました、もう浦桃太郎 with 猫チームにお話を伺うタイミングがやってきますけど、はい、今の戦い改めて見てみて福ちゃんいかがでしたか。いい試合だったと思います。いい試合大丈夫ですか、燃え尽きてませんか福ちゃん。すいません、ちょっと吐きそうなんです。吐きそう、おー大丈夫ですか。どうしました、締め付けられたのと緊張で、なるほど、ね、まだ今日長いですからね、無理せず、はい、行きましょう。 SOS は早く出してください、うん、はい、では、ここでインタビューのスタンバイが整いました。改めまして、ゆがちゃそうさん、お願いしてよろしいでしょうか。はい、それではあの勝ったチームにインタビューしていきたいと思います、はい、早速おめでとうございます。ありがとうございます。今の心境を一言どうぞ。ホッとしてますよね。ホッと、ホッとして、なかなか緊張感の続く戦いですけど、一切表情を変えず見事乗り切りましたね。表情そうですね、やっぱ表情を出してしまうと読まれちゃうんで。あ、なるほど、心理戦にも対応したお面ということで。なるほど、じゃないですね、顔ですね。そういう意味ではもう一人チームメイト、全く表情変えないね、青い服の彼がいますけど、彼の表情がどうですか。ちょっと一言いただきたい。存在感がすごいです。すごいですね、ピコピコハンマーみたいな。じゃあちょっとあのピコファンをお持ちの彼にも一言いただいてもよろしいですか、今の気持ちを。どうぞ。スタバ決まって嬉しいです。ありがとうございます、ね、ということでございまして、ね、はい、浦桃太郎 with 猫チーム見事3位、おめでとうございます。おめでとうございます。3位の皆様にはゲーム内の称号をプレゼントさせていただきます。こ、はい、のゲーム内称号は後日という形になるんですかね、はい、はいはい、ということで3位の、浦桃太郎 with 猫の皆さん、ちょっとね実装までお待ちくださいと。おめでとうございます、はい、いたところです。おめでとうございました、はい、さあ、3位が決定いたしましたけど、うん、皆さんいよいよ次はそうですよ、決勝です皆さん。決勝いよいよということですが、改めてトーナメント表を見ていきましょう。はいはい、おということで、はい、まあ、今ね行った3位決定戦は浦桃太郎 with 猫が勝ち上がりまして、おめでとうございます、はい、そして決勝は毎日事件簿 VS 筋肉学園とということなんですけれども、これ先ほどの1試合目それぞれ振り返ってみますと、毎日事件簿は逆転で、逆転劇、はい、1試合目から見せましたね、だいぶ自分たちを追い込んでさらにそこで逆転と見せましたよね、はい、はい、一方で筋肉学園はまあもう本当にゴリッといきましたね、いきました。これどういう戦いになるのか、はい、それではね選手たち準備ができたということで、はい、はい、お呼びしていこうかなと思います。それでは決勝戦、毎日事件簿 VS 筋肉学園選手の入場です。どうぞ。さあまずは青コーナー毎日事件簿の皆様の入場。はい、清い人には5人に見える。見えた見えた見えます。続いて赤コーナー筋肉学園、いい色余裕ですね、
ペンギンはどこを見つめているのか。ペンギンさん、フンコ脱ぎましたね。あ、本当ですね。これ本気じゃないですか。さあ、それではそれぞれインタビューをお願いしましょう。まず、ゆがちゃそさん、毎日事件簿の皆さんにお願いいたします。はい、はい、では青チームの毎日事件簿さんにインタビューしていきたいと思います。はい、ではリーダーさん、今の心境を一言どうぞ。そうですね、筋肉がすごいんで筋肉を剥ごうと思ってます。お、頑張ってください。おさあ、パワーのあるコメント。筋肉に対抗するということですが、一方でいかがでしょう、チューニーさん。はい、それでは、筋肉学園の方にも伺っていきたいと思います。筋肉剥ぎますとおっしゃってましたが、いかがですか。我が筋肉を剥ぐことは何人たりとも許さぬ。はい、ということでめちゃくちゃ盛り上がってますが、はい、なんでしょう、こうコメントそれぞれ、ね、両チーム見てると余裕があるという、ね、お、本当ですね。はい、まあ、先ほどの、ね、こう試合が結構その筋肉学園の方があのこう最初からガンガン行くようなちょっとパワーがある感じで、あの毎日の方はですね、逆にあのガッと逆転を劇を見せたということなので、そのあたりもね、この展開がどうなっていくのかすごい楽しみなところじゃないかなと思います。はい、おそらくね、それぞれ今の時間の間にきっと作戦を練っていることでしょう。はい、ね、ということでこちらで引き取ります。一旦スタンバイに皆さん映ってください。熱い熱い戦いがなんか期待できそうですね。いやー、すごいことになってまいりましたね。やっぱ決勝だけあって、うん、皆さんのその熱量がやはりもうより上がっているというのはもう見て取れますね。どういうところ注目していきましょう。やっぱり速攻性のある筋肉学園に対してどう動くのか、その毎日事件簿チームが。なのでそこかなと思うんですけど、お二人はどんな感じですか。本当そう思います。はい、筋肉学園の攻撃力かなり高いので、そこにどう合わせてくるのか、どう耐えるのか。先ほどあの筋肉学園の皆さん、あの一気に構成で終わらせましたので、はい、逆にあの毎日事件簿の皆さんは3ラウンドでの大逆転っていうところがあるので、その2チームがぶつかった時にどういう試合展開になるのかっていうのはもう注目でしかないですよね。コメントでですね、あのチーム内のメンバーの方を紹介しやすいというコメント来てますので、はい、毎日事件簿さん、はい、まずですね、ひさとしさん、そしてみるみるかさん、そしてはちみつレモンさんが今回選手として来てくださっております。はい、うん、その他2人はオンライン上でということですね。そうです、魂のみの参加という形になっております。はい、続いて筋肉学園の皆様の紹介になります。はい、R さん、メイさん、ゴルゴ48、48かな、はい、ゴルゴさん、そしてピヨコまんじゅうさん、はい、犬吉さんが、はい、今回こちらのスタジオにお越しいただいております。さあ、皆さんの表情を見てると真剣な表情になりました。そうですね、うん、やはり決勝ですからね。はい、あのね、まあ現金がかかってますからそうだった、もう一度言いますよ、す、ね、お金がかかってますからね。はい、こちら優勝するといくらでしたっけ。かなりの額になりますからね、皆さん。20万円でした。そうですね、今回ですね。はい、テクニカル部門は20万円ということでね。で、先ほどちょっと僕間違ってアナウンスしちゃったんですけど、この大会のルールですね、あのラウンドごとにユニゾンゲージはまあリセットされるんですが、あのラウンドごとにユニゾンゲージの初期値が違うんですよね。そうですね、はい、すいません、ちょっと私全別なコンテンツのことをちょっと。1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドそれぞれ違うという。そうですね、はい、なので3ラウンド目が確か一番多いユニゾンゲージからスタートするので、まあそれぞれやっぱりそのラウンド後ろに行くごとにそれる戦略っていうところもちょっと変わってくるのかなっていうところですかね。そこまで計算しながら戦ってですかね。もう筋肉学園がどこまでそのそこを使っ、なんかその今のね戦い方も多分互いに知っているので、先ほどあの福ちゃんもよく言ってたんですけれども、対策を取ってきてるっていうのがやっぱりその防御のタイミングと、はい、あとどのタイミングで攻撃をするのかっていうところと、あとユニゾンの使い方っていうのがやっぱり他のチームを見てちょっと参考にしてるくさいなっていう動きをなんとなくありますね。なるほど。はい、あの福ちゃんはもし筋肉学園のようなチーム来たらどういうふうな対抗していきますか。そうですね、ただひたすら耐えるしかないのでしょうか。じゃあ防御のタイミングをうまく当てていくと、はい、そうです、ね、ちなみに先ほどあの体調的な面でなかなか心配な発言もありましたけど、福ちゃん、はい、耐えている状態ですか。大丈夫ですか。耐えてます。よくなりましたか。
良くはならないですね。大丈夫ですか？結構ね、今日配信の中で無理せずですよ。ふくちゃん可愛い可愛いってね、皆さん人気なので無理せず。違いじゃありますからね。ありがとうございます。毎回でボールを打ってもらって、はい、もしかすると、まあ、福ちゃんのフォームチェンジもなきにしもあらずだね。そうですね。ねえ、さあということで非常にね、今もう作戦を練ってるんでしょうね。そうですね。ただね、本当にあの速攻性の筋肉学園に対して毎日健吾は、まあね、今福ちゃんからもありましたけど防御を考えていかなければならないでしょうね。あと毎日健吾さんはあの、うん、やっぱりこう見えてはいる人といない人いますけど他の2人とやり取りはどうしてるのかなっていうのが気になってますね。さあ画面が変わりました。回線まで残り15秒ということで、はい、さあ再びね筋肉が輝いていますが回線まで10秒ということでこのテクニカル部門の決勝戦毎日事件簿 VS 筋肉学園回線です。スタート。さあまた速攻が入りましたが毎日事件簿チームもうまくそろってカウント上手ですね。これが防御ですか。そうですね、防御のタイミングと攻撃がうまく噛み合った、うん、初戦、まあ、序盤かなと思います。でもそれで溜まったユニゾンゲージでユニゾンアタックをして見事第1ラウンドは毎日事件簿の軍配ですね。さっきの試合と逆の展開です。逆の展開です。ただまだ分かりません。はい、爆炎は黙ってないでしょう。やっぱりその速攻に対しての対策がすごく上手に組まれてますね。はい、防御で耐えた後にユニゾンゲージを下げるアビリティを使ってモンスターを出させないっていう、そこが勝負の鍵になるんですね。メピ耐えてくれ。うわマジか。ちょっと耐えきれなかった。あ、でもいい勝負だけど、いや、わかんないですよ。筋肉はね、やはりダメージを受けると超回復で量増していきますから。はい、ね、もしかしてテレビ上の話ですからね。ありえる。まだわからない。どうだ。見ましたね。これはいい勝負ですよ。いや、急にこうしてますね。決勝戦にふさわしい、イエーという声も聞こえてきます。よっしゃーと、ナイスバルク、ナイスバルク盛り返しましたね。混乱が効いてますね。ちっちゃい重機のセット。はい、そして最終ラウンドになりました。あれは事件もどうなる。筋肉、これはやちょっと筋肉の構成がやや押してる。押してますね。ポイント。これはナイスバルク、切れてますね。あ、これは生き残ったとしてもちょっとどうだろう。いけ筋肉、いけ。生き残ったプレイヤーもですね、レイチャモさんは混乱と麻痺なので、麻痺さんなのでもう動けないですね。どれかいけ、どれか、どれかだ。動けない。これはナイスバルク、素晴らしい。やはり、いやー、ということで優勝は筋肉学園に決定しました。おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱりユニゾンリーグで勝つためには鍛えなきゃいけないのかな。必要ですね。必要だということですね。いや、相当会場盛り上がっていましたが、改めまして筋肉学園の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝した皆さんにはチームに現金20万円、ゲーム内称号、そして優勝トロフィー、12月に開催予定のリアルイベント5周年感謝祭のご招待券を番組後半にあります表彰式でプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。さあ、それでは勝利者にインタビューをお伺いしましょうかね。行きましょう、ぜひ。はい、それではチューリーさん、お願いします。はい、それではインタビュー伺っていきたいと思います。優勝おめでとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか。もう本当にこのメンバーで優勝できて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい向こうのチームもすごい上手かったっていう声がありましたけども、ちょっとドキドキした場面もすごくありましたか。ちょっと
クニカルなこと話してもいいですか。はい、大丈夫です。まあ、今回プリセットがあらかじめ固定されているので、大体こう相手のプリセットを見たらどういう戦法で来るかって分かるんですけど、今回決勝で戦ったチームは防御を最初にされたんですね。で、防御してから その対応ってすごく難しくて、僕らもそれ多分難しいからあえてやらなかったんですよ。それをここ一番最後にやられて、しかも最初それでうまくやられてしまったので、本当に負けたかなと思ったんですけど、最後逆転できてよかったです。最後まですごくいい戦いができたと、全力だお二人ともね、お二チームとも出し切れたというような印象ですかね。はい、ジュリちゃん、はい、もしよろしければチームメイトそれぞれ一言ずついただけませんか。じゃあ伺っていきましょう。はい、それではちょっとじゃあユーザーネームもよろしいですか。はい、ゴルゴ48。ゴルゴ48さん、はい、ということで今のお気持ちいかがでしょうか。素直に、まあ嬉しいです。嬉しい。すごい練習もいっぱいされましたか。そんなしてないですね。逆にかっこいい、なんですけど、まあ、勝てて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。はい、そうすればこう一点、先ほど筋肉はないんですけどとおっしゃってた女性の方にも伺っていきたいと思います。お名前よろしいですか。ひよこまんじゅうです。ひよこまんじゅうさん、かわいらしい、ありがとうございます。こう男性チームの中でこう一人女性ということだったんですけども、すごい頑張ったなとかありますか。みんなで、防御したら負けだって話したんですけど、開幕初っ端から防御しました。おっと、防御された方もいらっしゃったということで、もう作戦というかこれやばいと思ったという感じですかね。やらかしたなって思ったあ、でもチームのね助けがあってみんなで勝ち取った勝利ということですかね。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは気になるペンギンさんにも伺っていきましょういかがでしたか。筋肉の力です。筋肉の力で勝てたと、ありがとうございます。ペンギンパワーも出せましたか。出せたそうですちょっと声が出しづらいみたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてバシッと決めたスーツの方にも聞いていきましょう。ユーザーネームよろしいですか。メイです。メイさん、今日いかがでしたか。まあ、ちょっと北海道から来てるんで、交通費赤字だったので、まあ、黒字になってよかったです。おー、よかった。みんなで勝ち取った。これみんなでこう打ち上げとか行きたいなみたいな気持ちですかね今。まあちょっと明日仕事なんですが皆さんお忙しい中来ていただいたということで、とてもいいチームでございました。ありがとうございます。最後に皆さん筋肉ポーズしてください。みんなでじゃあリーダーに従いますか。いけるかな。リーダーのポーズをちょっと真似ていただいて。リーダーのポーズ、はい、ユニゾン万歳万歳ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちゃったいいじゃないですか。いや、見たかった。ありがとうございます。ではこちらいただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しそうでしたね。筋トレやっぱ皆さんしっかりしてきたんですかねってコメントありましたけども。いやー、あとのね、コメント内にですね、はい、ゲーム称号ってどんなものなのという質問があったんですが、はいはい、お説明できます？いけます？そうですね、うん、プロフィール画面に今回のそのインドネシアチャンピオンシップ2019に3位以上になったよっていうような、うん、なんですか、マークみたいなですかね、バッジみたいなやつがつくと。あとロビー画面の名前の上にちょっと王冠みたいな、そのバッジ持ってますよっていうようなのが分かるようなものを入れる予定です。なるほど、楽しみですね。はい、後日実装ということで、はい、はい、皆さんおめでとうございます。はい、さてここで2つ目のプレゼントキーワードを発表させていただきます。プレゼントキーワードはこちら。ブー、あれ、ブー、なんだあれ、さっき4文字目はブーだったよね。福ちゃんっていう答えも返ってきてたんですよね、うん、コメントで。福ちゃんでもないし、ね、ちょっとこれはなかなか、ね、最後まで見ないとわからなくなってきたんじゃないですかね。皆様よろしくお願いいたします。はい、皆さん覚えておいてくださいね。はい、